エリトランは最近の感染に対する過剰炎症反応である、重症敗血症に対する治療薬候補である、エーザイによって開発されている。1999年から治験が開始され、2010年現在、第 3I 臨床試験が行われている。トール様受容体は免疫系において重要な役割を果たしている。TLR は病原菌を認識し、 炎症免疫反応を活性化する。トール様需要体4は、グラム陰性菌の細胞壁外膜の成分である、リポタトを検出する。エリトランは、リポタトの構成成分であるリピド A のアナログであり、TLR4 のアンタゴニストとして採用し、TLR4 により引き起こされる、過剰な反応を抑制する。大腸菌、e、コライの LP 図の生、構成線具体であるリピド X や、 光合成細菌、ロデオバクターキャプスレイトス由来のリピド A が TLR4 はアンタゴニスト活性を示すことが1980年代後半明らかにされた。これらの糖質は糖に直接結合しているアシル元のベータヒドロキシル元がアシル化されていない。R キャプスレイトス由来のリピド A は高いアンタゴニスト活性を示すが生体内ではすぐに加水分解を受けてしまう。 そこで、アシル元を、アルキル元に置換することで代謝安定性を向上させたリピド英雄導体 E5531 がエーにより開発された。E5531 の活性をさらに向上させたものがエリトランである。ありがとうございます。